足のしびれ解消法。はい、どうも、東大阪市慢性腰痛専門整体臨む院長の岡野と申します。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。はい、今回ですけれども足のしびれの解消法っていうのをお届けしていきたいなと思ってます。で、足のしびれっていうのはですね、非常にですね、いろんな部位がしびれるケースっていうのがあります。例えば座骨神経痛でお尻がしびれたり、太ももの裏がしびれたり、でもしくはふくらはぎ、足の裏、そしてふくらはぎの外側、いろいろね、しびれるケースってすごく多いと思います。で、このしびれる場所一つ一つに対してですね、全然ですね、アプローチするポイントが違ってきますよっていうところをですね、今回お届けしていきたいなと思ってます。で、そんなあなたにですね、今回お届けしていくのはふくらはぎの外側のしびれを取る方法っていうのをお届けしていきます。はい、当院の患者様でもですね、非常に多いです。ふくらはぎの外側がしびれる患者様っていうのはですね、まずそもそもこの座骨神経っていうのがですね、絶対にしびれとしては絡んできます。で、座骨神経ではどういうものかっていうと、これ見えますかね、この黄色いお尻から出ている部分ですねっていうのが座骨神経になります。で、ぐーっと行って足の方までつながってきます。で、この座骨神経がですね、大元となってますので、そこからですね、お尻から座骨神経が出て、この総腓骨神経という部分と頸骨神経というこの2種類にですね、枝分かれしてきます。で、どこで枝分かれしてくるかというと、太ももの裏の膝裏の近くぐらいで枝分かれしてくるんですね。ここから座骨神経が出て、この辺でですね、2つにこう枝分かれするような形です。で、こっち側がですね、頸骨神経といって、ふくらはぎの外側であったり足の裏がしびれる神経になります。で、こっち側、総腓骨神経というのはふくらはぎの外側ですね、であったり、このすねの前側がしびれる、そんなあなたはですね、この総腓骨神経っていうところがですね、圧迫されてしびれが出ているケースっていうのは非常に多いです。なので今回お届けしていくのは、この総腓骨神経を自分でリリースできる方法っていうのをしっかりお届けしていきたいなと思ってます。はい、なので今回ね、やっていくんですけども、その総腓骨神経どこにあるのかっていうとですね、これはすごく簡単でですね、よし、これで足のですね、自分のこの骨の出っ張りですね、ここわかりますかね、膝のお皿の、まあ、横ですね、ここにね、出っ張りの骨があります。これが腓骨頭って呼ばれる、まあ、骨の部分にあたります。で、この骨から指2本分下に行きます。で、それをまあ分かりにくかったら、もうこの腓骨頭の真裏ですね、真裏、腓骨頭の裏です、ちょうど裏、膝の裏側です。で、ここにですね、こうコリコリとしたですね、裏に繊維みたいなのがあります。で、この辺にですね、腓骨神経っていうのがありますね。ここでですね、圧迫されるケースっていうのは非常に多いです。なのでここをグッと押さえてもらって、裏ですね、で、まあこういう形でつまむような感じです。裏をですね、しっかりコリコリしたところを押さえてください。で、この状態で足をこうやってですね、回すだけです。ぐーっと足の、まあ、膝の裏をしっかり押さえながら足を回す、ぐーっとこんな感じですね。で、反対回しも回します。これをだいたい30秒から1分ぐらいですね、しっかり回していただくと、これですね、腓骨神経周りの、まあ、筋肉であったり、いろんな軟部組織、繊維っていうのがですね、リリースされやすくなりますので、この状態でですね、まあ、30秒1分ぐらいしっかり回していただくと、これでですね、足の軽さっていうのがすごい出てきます。なのでふくらはぎの外側がですね、しびれる、そんなあなたですね、ここの腓骨頭の裏ですね、そこをしっかりリリースしていくと、しびれがですね、取れやすくなってきますので、ぜひですね、これで一度ですね、試していただいて、ちょっとでもですね、足がちょっとなんか軽くなったとかっていうのがあれば、あなたはですね、その総腓骨神経によるしびれによるしびれが出ているケースがありますので、ぜひですね、しっかり最後までやっていただければと思います。はい、という形でですね、今回ですね、総腓骨神経、ふくらはぎの外側っていうのをね、しっかりお届けしていきました。次回はですね、頸骨神経、足の裏のしびれであったり、ふくらはぎの裏のしびれっていうのに対して
自分でできるケアの方法をお届けしていきます。はい、という形ですね、この動画いいなと思ったらですね、ぜひチャンネル登録していただいて、また高評価の方、そしてコメントもぜひお待ちしてますので、ぜひお願いします。それでは本日も動画を見て本当にありがとうございます。それでは失礼します。